こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。空気の読めない発言をして諸外国から呆れられているムンジェイン大統領ですが、米国下院議員から共産主義の国と批判されたのに続き、ドイツメディアからもムン政権の腐敗について批判されています。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。昨年からドク元法務部長官夫妻の不正入試疑惑とチュミエ法務部長官の検察改革論議が韓国を揺るがしている中、ドイツの海外メディアも批判に乗り出した。弊害の清算を辞任しているムンジェイン大統領の政府も慢性的な腐敗にまみれたという指摘だ。ドイツ公営放送局ドイチェベレ DW はムンジェイン大統領と民主党の支持率が政権以来最低の水準を記録したとし、これに対する原因で昨年から続いてきた政府関係者の腐敗を名指しした。放送は法務部と検察官の葛藤がムンジェイン政府の支持率の下落に最も大きく貢献したと説明した。 DW はユン・ソクヨル検察総長は政府組織内の赤兵を清算せよというムン大統領の指示を受けて検察総長に任命されたとし、しかしユン総長がチョウ前長官に対する捜査を開始し状況が変わり始めたと指摘した。チョウ元長官は検察の公正の末5週間で長官職を辞任しなければならなかったとし、彼の夫人チョン・ギョンシム東洋大教授も娘を名門大に入学させるために表彰状など各種書類を偽造した疑いが持たれていると伝えた。これと関連しソウル中央地裁は計15の容疑で起訴されたチョン被告に懲役4年罰金5億ウォンを言い渡し法廷拘束した。特に DW が触れた子供の入試不正関連容疑は全て有罪と認められた。放送はこのような状況で秋長官が反対世論を押し切ってユン総長に対する懲戒に乗り出したと説明した。特に DW はユン総長は職務から排除される直前までも民主党指導部または青瓦台と関連があると思われる腐敗疑惑事件を覗き見ていたと強調した。キム・デジュン政権で国情院海外北朝鮮担当一次長を務めた大学関座教授は DW とのインタビューで文政府が民心を失っているということは自明の事実とし、これは明らかに法務部と検察官の葛藤が生んだ結果と診断した。 DW は他にもソウルなど首都圏地域が深刻な住居難に苦しんでいる状況でも一部の民主党議員は多住宅保有事実を隠してきたとし、家族構成員の名義で住宅を購入する事件まであったと皮肉った。DW は、ムン大統領政権初期、支持率は 80% に達したが、今月初めには、最低値である 37.4% に下がった。任期を18ヶ月残したムン大統領は、彼の前任者のパククネ元大統領が直面したのと、同様の累計の腐敗疑惑に向かい合わせていると伝えた。それでは、ネットの反応です。国の恥さらしだ。ドイツは国内の事情を客観的に正確に報道した。国民も皆知っている事実だ。本当に国の恥をさらしたね。世界も知っているんだ。大韓民国に住む国民は恥ずかしくてどこに住めるんだ。本当に汚い政権だ。政府閣僚たちがしっかりしなければならない。前政権や現政権は不正の塊。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。